はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん今日はね、10月31日ですね。ハッピーハロウィーンですね。ね、ハッピーハロウィンな、ハッピーなんかな、ハロウィンってね、と思うんですけどもね、日本やったらだんじり祭りとかでこの時期やったらありますよね。豊作を願うね、農作物の豊作を願う、時ですよね。祝うか、感謝する時か、感謝する時ですよね。でそれが海外ではハロウィンになってるっていう感じて僕は認識してるんですけども、まあ、でもね、この時期になったら僕はね、まあ、10月でしょ。だからそのあたりね、この時期にね起こった目のね障害がね、すごいね僕の中ではね印象に残ってるんですよ。でそもそも2年前なんですけどね、僕はね、その8月2年前の8月に白血病の治療で骨髄移植をしまして、たくさんのね副作用でもね、まあ、今もなおね、悩まされております。でそのまあ2018年なので、の夏だったんで、嵐のね夏颯っていうね歌がね甲子園のテーマソングになった頃のことですよ。でその頃から、副作用で、まあ、口の中の粘膜障害だけじゃなくてね、目にもね副作用でね、乾燥がひどくなるようになりました。そしてね、まあ、その2ヶ月後の10月ですよ、まあ、この10月なんですけども、まあ、今年じゃないですけど、そのね、そのまあ2年前の10月になんですけども、胃頭状の角膜炎とかで、視状角膜炎というね、その目のね、細胞がね、繊維状にね、過剰再生してしまう病気になりましてね、でこれはその目の乾燥によって、まぶたの摩擦によってね、眼球の表面が傷つけられて、その傷ついた細胞を再生しようとする防護反応で、それが再生しすぎて、今度は逆にまぶたを刺激して激しい痛みが出ますというやつなんですけども、まあ、なんともねややこしい病気なんですよね。でも今はね、その、まあ、眼科で治療してもらったので、まあ、当時からね眼科行ってちゃんと治療してもらったので、症状はなんとか収まってますけども、乾燥がねもうまだまだ続いててね、まあ、傷がね絶えません。今はその治療法としては目薬をしてます。でちょっと特殊なね目薬なんですけどもね、まあ、1日にね4回刺すことがね決まっております。ほんでね、その目薬を毎日4回ちゃんと刺していると、翌日の朝に起きてもね目がね痛くないんですよ。今担当してくれてるね、美人眼科医がいてるんですけども、その人の言うことを聞いてますので、まあ、なんとか持ちこたえています。というかね、今の4回ちゃんとって言いましたけども、皆さんもよくあるかと思いますけどもね、その例えば、飲み薬をね、飲み忘れることがあるようにですね、たまに目薬を4回するのを忘れる日がね、あるんですよ。だからね、その朝起きてから寝るまでに、3回なら、まだね、その翌日はね、かろうじて何もないんですけども、たまにね、このね、1、2回だけでね、そのままね、こてんで寝てしまってね、翌朝にね、ちょっと起きてぼーっとしてたらね、こうしばらく経ってからね、急にこう、痛くなってね、どんどんそれがめっちゃこう激しくなってきて、もう目がね、開けられなくなるんです。で、慌てて、その日のね、1回目をね、刺すんですけどもね、その瞬間がまたさらに痛いんですわ。そうですよね。乾燥してる目に目薬させたらね、急に水分がみたいな感じになるんで、痛いっちゃ痛いですよね。でしかもね、最近はもう寒くなってきたでしょ。で空気の乾燥もすごいでしょ。だからもう余計にね痛く感じるんでしょうけどね。ほんでね、その目薬というのはね、その目の細胞を再生してくれる、そのまあ効果があるやつなんですけども、その効果を発揮するスピードっていうのはね、かなりねゆっくりなんですよ。すごいゆっくりなんですよね。以前の担当の先生からね聞いたところによるとですね、刺し続けないと効果はなかなか出てこないよって言ってたんで、でもかれこれこの薬っていうのはですね、その去年の9月6日からね出してもらうようになって、だからその2年前からこれを刺し続けてたわけじゃないんですよ。去年の、9月ちょっと1年前ぐらいから、刺し始めてて、だからもうね9月やからもう10月の30日やからね、今日ね、こっちが9月から10月31日までやから、なんていうんですかね、1年以上はね、刺し続けてるわけなんですよ。
でもね、なかなか効果が出ませんね。出てるんかなどうかわかんないですけども、まあ、でも痛い日の方がね、なんか記憶としては多いんで、でもまあ、ちゃんとね、あの本数をね、刺してない日もありましたし、そう、痛くなかったら全く刺さない日もね、この1年間、1年1ヶ月の間ね、あったので、まあ自分のせいなんですけども、でもまあ、その今の症状では必ず4本刺すようにとね、指導が入りましたので、あの忘れずにね、刺すようにしております。そしたらね、まあ、やっぱ最初に言った通りなんですけどもね、翌日調子がいいんですよ。これがね、もうめちゃくちゃ快感なんですよね。痛いと思っていたのが痛くないということはですね、ほんまにね、快感なんですよ。その快感をね、一回味わったらね、もう刺さへんわけにはいきませんよね。あのね、あれですわ、あれに似てるんですよ。入院してた頃にね、その抗がん剤の副作用がね、こう徐々に徐々にこう消えてきたことにね、こう自分自身に気づき始めた時にね、すごい似てるんですよ。あれはね、すごく嬉しかったですね。もうね、その副作用でね、こう吐かなくてもいいからね、その喉も焼けることもないし、ご飯も食べれるようになってきたし、熱も下がってきたし、ちょっと元気になったかもっていう時があったんですよ。でもこんなんはね、その抗がん剤を経験した人しかわからへんことですけども、でもまあね、その皆さんもね、例えばその怪我をして、その痛みがなくなってきて、そしてそれがもし足であれば、足の怪我やったらもう引きずらんでも歩けるようになったりとか、こう休んでたスポーツとかがね、できるようになったらね、誰でも嬉しいですよね。テニスができるようになったとかあるじゃないですか。ゴルフができるようになったとかあるじゃないですか。でそんな痛みの解決策として、今の僕の目に関しては、まあこの目薬なんですけど、でこの目薬薬をね、使うことによって、もうこれをすれば明日は痛くないんだよねっていうのが分かったら、これ誰でも頑張れると思うんです。というかね、まあ先ほども言いましたけどね、僕自身がね、忘れなかったらええだけなんですわ。もうそれにつきます。もう日頃からね、こう過ごしやすくなるように、まあ、行動を取ることをね、心がけるだけでね、その痛みを感じるのをね、多少は抑えることができるので、忘れずにね、頑張っていきます。そんな感じでね、目薬は忘れたらあかんというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。